武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は大分大学の国語の勉強について話していきたいと思います。国語ですが、大問3題で時間が80分となっています。で、2016年から漢文が取材範囲から、なくなりまして、今は現代文2題と古文1題という構成となっています。で、問題としては、まあ、漢字の読み書き、が結構、出ると。で、あとは、まあ、空所補充、の問題や抜き出し問題、そして、まあ、説明問題という形になっておりますが、まあ、割と国立の試験の中では記述量は、それほど多くない、形式となっております。まあ、なので、まあ、記述練習最悪時間なかったら過去問だけでもなんとかできるといえばなんとかできる問題ではありますが、ただまあ、国語でちゃんと点稼ぐのであればやはり記述練習の参考書をやっておいた方がいいと思います。まあ、なので、まあ、現代文読解力の開発講座と国公立標準問題集キャンパスですね、こちらをやっておけるといいかとは思います。で、漢字が結構多めに出るので入試漢字マスター1800プラスをやっておくといいでしょう。で、古文に関してはですね、こちらはまあ文学史品質なので文学史対策しっかりやっておきましょう。また漢字の読みなども結構よく出るので、まあ、古文常識の部分は押さえておくといいかとは思います。で、それぞれの参考書、まあ、文学史に関してはスピード攻略文学史、などやっておくといいかとは思います。で、漢字の読み仮名ですね、こちらに関しては、まあ、読んでみて覚える古文単語、に出てくる古文常識のあたりの、言葉の読みをしっかり学習しておくこと、まあ、読みそれ以外単語帳を他のものを使っている場合などであれば、マドンナ古文常識など、いや読み解き古文常識など、読んでおくといいかとは思います。で、現代語訳に、訳す問題、こちらはですね、まあ、正直ほとんど文法問題のようなものだったり、まあ、内容を読めていればっていうものが多いものの記述練習してないとちょっと書きづらいかなと思いますので、こちらは国公立標準問題集キャンパスやっておけば、まあ、プラス古文上達の基礎編事前にやってるかと思いますので、まあ、こちらしっかりやっていけば十分対応できるかとは思います。動詞の活用など出てきている問題もありますが、こちらに関しては、まあ、通常通りの文法の問題集しっかりやっていけば十分対応できるでしょう。まあ、全体的に基本的な問題が多いので、基礎の確認して取りこぼしがないように対策を心がけてください。以上が国語の勉強となります。